さて女子の個人総合も並行して行われております。女子の個人総合は2種目目に入っています。日本女子体育大学の望月典子選手です。4年生去年に続いてジンガー宙返り個人総合2連覇を狙います望月です。そしてトカチェフ、おっとちょっとつま先がバーに当たりました。そしてフィニッシュはお得意のクレーカー折りです。決まりました、望月典子選手です。世界選手権の代表です。望月は最初の種目跳馬で 9.312 とトップにつけています。